はい、アミゴース、タコスのゲーム実況へようこそ。今日も、スーパーマリオデッセイで遊んでいきたいと思います。いきましょう。はい、前回海の国をクリアしました。今回は料理の国に行きたいと思います。最高。料理の国も調べておこう。この国の有名な料理は火山を利用した祝福のシチューだって。いいね、美味しそう。さあ来ました、料理の国ボルボーノです。またブルーダルズですね。さあ行きましょう。お、あそこにトウモロコシある。ブルーダルズがいるね。向かいましょう。あった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 。このトマトを割ると中からマグマが出てくる。危ない危ない危ない。ほらちょっとハートください。ハートハートないのか。トウモロコシだ。おかしい。あ、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 なるほど。ちょっと前に出るとこう前に進む。危ない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 。よし、オッケー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 。あ、なるほど。クリボーの状態でここまで来ればきっとあの子がムーンくれるんですね。クリボーになりに戻りましょう。はい、危ない危ない。落ちる落ちる。あーあーあー、落ちる。危ない。オッケー。どう。はい、ラブリー。綺麗なムーンだな。サケット溶岩のガールフレンド。あ、1個目。あ、2個目。あ、そっか、湖の国で1個ゲットしてるんでこれ2個目です。さあ進みましょうか。どっち行けばいいのかな。どうやって進むんだこれ。え、わからない。全くわからない。溶岩の上歩けるキャラクターとかにキャプチャーできれば多分先進めるんですよね。パワープレイで進んでみましょうか。やった、ゲットしたけど、これ超パワープレイ。いや、これ絶対間違いだよな。あ、待って待って、こいつキャプチャーできたー。こいつかー。なるほど。うわ、こうやって進むんだ。めっちゃ悩んじゃったな。お、早速ブルーダルズ。あれ、一人もういないけど。お役ごめん。この国の祝福のシチューで必要なものは全部いただいちまったよ。とうとうやったなお前ら。とっとと追い出して火山のお鍋ごともらっていくとするかよ。させるかよ。さあ、これこいつ毒だね。毒吐くやつだよね。戦い方分かってます。はいはいはい、毒吐いて綺麗にして当てるんだろ。あ、踏むだけでいいじゃん。あ、踏むだけでいいの。オッケー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 。あ、2回踏んだら1回分けど6回、合計6回踏めばいいんだな。オッケー。はい、オッケー。あれ、合計6回でもなさそう。普通に今1回踏んだら食らったな。はいはい。勝っちゃった。どまい。戦い方分かってればもう大丈夫だな。はい、ゲット。さあ、ブルーダルズやっつけました。先進みましょうか。ようこそボルボーノへ。ここは美味しい食べ物でいっぱいなの。生きてーボルボーノ。振る舞ってあげたいけど今とっても困ってるところなの。
どうした？何があった？フェロンツァ広場。いきなり大きな鳥がやってきて、火山にある大鍋が乗っ取られたの。中には特別料理、祝福のシチューが入ってて、みんなが楽しみしてるの。これを奪われたってことね。シチューの仕上げはこれからなの。すごい、食材が全部ピカピカ。あ、コインゲット。あ、なんかある。あ、やった。こうやってあっさりゲットできるのいい。あ、なんだこれ。これなんかタヌキマリオみたいのが、猫マリオかな、絵が書いてありますね。よし、ゲット。じゃあちょっと服買いに行きましょう。新商品があるの。とりあえずムーンゲットですね。はい、ムーンゲット。さあ今回はどんな服かな。お、ピエロ帽とピエロ服。あ、これはいいな。着替えちゃいましょう。はい、じゃじゃーん。顔まで化粧してある。見てくださいこれ。すげえ派手。ちなみにこっちはコック帽とコック服、ペイント服とペイント帽。これもなかなかいいですね。とりあえずこのピエロでいきましょう。すげえ派手。あ、ちなみにこの間イットっていう映画を見に来ました。ピエロが敵役というか、まあ、ホラー映画なので怖いやつですね。怖いやつなんですけど、株を見つけたら鍋に入れてみて、黄色の株だったらいいことあるの。そう、イットがですね、個人的にはあまり怖くなかったんですよ。結構周りの人の話聞くと怖かったって人多いんですけど、個人的にはそんなに怖くなかったかなって感じです。どっちかっていうとなんか青春ムービーって感じでしたね。なんでホラー苦手な人にはおすすめはしないですけど、ちょっとホラー見れるかなみたいな人にはちょっとおすすめですね。結構脚本も個人的には好きな感じだったので、こうホラーのよくあるこう脚本が合ってないようなストーリーではなく、結構こうストーリーがしっかりしている話だったので、そういうのが好きな人はぜひ見てほしいなと思います。で、なんかすごいホラーにしては綺麗な終わり方するんですよ。これ言い過ぎちゃうとちょっとネタバレになっちゃうんであんま言えないんですけど、まあ、ホラーにしては結構こう胸くそ悪い終わり方ではなかったかなって感じですね。でもその理由が、まあ、一番最後にわかるっていう感じでしたね。ということで、イットっていう映画もし興味あったら、まあ、結構僕は好きな映画だったので、興味があれば見てみてください。おすすめですよ。結構普通に面白かったです。お、なんだこれ、フライパン投げてる。めちゃめちゃ強い。めちゃめちゃ強い。フライパン投げ放題。あ、これでチーズ壊せるんだ。で、先に詰めるみたいな。さっきチーズあったんで、ちょっとあっち行きましょう。ここここ、これ絶対無理でしょ。ほらー、あれ、あ、あ、これじゃ入れないんだ。もう一回キャプチャーしに行ってきます。よし、 OK。 さあ、じゃあ中入っ、あ、ちょちょちょ、中入っちゃいましょう。おお、なんだこれ。あー、これムーンチップ集め、おお、地面削られる、地面削られる、地面削られる。で、これムーンチップ集めると、ここにありそう。よし、2枚目。音楽めっちゃいい、音楽めっちゃいい。なんかディズニーランドのスプラッシュマウンテンみたいな音楽。あ、登れた登れた。 OKOKOK。 あれ、ムーンある。やった。ムーンもゲットできて、これチップも集めればもう一個ゲットみたいな感じか。あ、 OKOKOK。 あったあったあった、4枚目。あ、
あと1枚ここかな。あ、待って、なんかあった。よし、オッケー、はい、オッケー。あー、危ない。オッケー、さあ、キャプチャーして、これはなんだ、壊れない。お、これは、あ、これでスイッチやるとさっきのやつが開くのかな。来た、はい、ゲット。あ、これがチーズ岩の中にってやつか。ゲットです。道が出現しました。飛び込め火山の大鍋。飛び込むの、ここに。これに、これ何、これ何。おお、おお、偶然、偶然ゲットです。やった。これで1個でしょ。で、最後のあのボスのとこまで行けば3つもらえるはずなんで、2、4、5、あと5個集め、普通のムーンを集め、グランドムーンじゃないムーンを集めれば、とりあえず次の国には行けますかね。あ、これ地図はここにあるから、後からここ行きましょう。さっきこっち行きます。はい、来た。アスレチックかな、これ。キャプチャー、はい、じゃあ行きましょう。あの上もなんかあるのかな。あー、ムーンあった、ムーンあった。ここは一回キャプチャー取って、トマトを解放してした上で、キャプチャーで、ここからマグマまで飛ぶ。で、次こっちまで飛んで、これでムーンゲット。はい、オッケー。さあ、先進みましょう。さあ、ここから慎重な操作が必要になってきますね。さあ、来ました。よし、さあ、オッケー。はい、じゃあムーンゲットです。よし、結構難しかった。さあ、で、ここにチーズ岩あるんで、多分なんかあるんですよね。オッケー、チーズ岩掘りましょう。ムーンじゃない。あ、これあれだ、さっき鍋に株入れたらなんかいいことあるよって言ってたやつだ。で、多分左から下に降りれば、え、ダメだあ、ここ上がれる。あ、来た。これだ、これを入れれば、はい、ゲット。よし、ここ何、料理をする格好をしてないと中には入れられないの。ってことはシェフの服じゃないとダメってことか。シェフの服揃えられるかな。はい、じゃじゃーん、はい、着替えられた。お金足りました。これであそこ入れますね。そうそう、その格好どうぞ中に入ってください。ないいの、料理にも身だしなみは大事なの。と、次のことこと似てもダメなの。じゃ、キャプチャーして、これまあ上に上がっていけばいいって感じかな。これ分かった、これトマトたちをこの状態にしてからキャプチャーして、さっきのムーンみたいに順番にこう足場を踏んでいくゲームなんだ、きっと。こうだ、こうだ。で、こっちいいのかな。おっ、こんな入ればいいの。あ、これでいいんだ、やったー。あ、あ、失敗した。やり直しだー、もう一回行きまーす。で、これ真上に来るんで、これ火の状態でジャンプ。オッケー、オッケー、ゲットー。さあ、グランドムーン3つなんで、あと1つとりあえず取ればいけますね。なんかあっちありますね。
あれは、あ、なんかムーンある、なんかムーンあるぞ。あった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 。さあムーンゲットです。 OK。 じゃああそこの鳥のとこに行っちゃいましょう。じゃあキャッチャーして上上がっていきましょう。よし、これはこれキャプチャーしてジャンプ、あはジャンプでき、ジャンプできる。なんだこれ、肉。あー、この鳥この肉大好きなのか。でおびき出すみたいな。あ、でこれで上のこのスープのところまで連れてってくれるのか。よし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 、スープの一部にされるってことね。これだから落ちないように、うわグラグラしてる、めっちゃグラグラしてる。危ない危ない危ない、あっさ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 。どっちの道から行ってもいいの。トウモロコシの道通るとコインがもらえると。行きましょう。ちょっと一瞬めっちゃ迷ったけど行きましょう。これ苦手なんですよね。コインのためなら仕方ない。あースープの色が綺麗、うまそう。クリームスープかな。はい、いやーちゃいちゃいちゃい、戻るとき早、戻るの早。こっち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 。あーなになになに、なんジャンプしてんの、なんジャンプしてんの、なんジャンプしてんのマリオ。ほっ、オッケーオッケー、来た、もう一丁、はい来た。よし、飛び込め火山のお鍋クリアです。お、シェフカンカン、めっちゃ風起こしてますよ。うわー噴火した、マリオ飛ばされた、危ない危ない危ない。マグマ滝を遡って、マグマ滝を遡って派手に吹き飛ばされた、とんでもない力だね。火山はまだ噴火してるよ。じゃああいつ倒しに行きましょう。まだ終わってないんだなこれ。キャプチャーしたい。オッケー、なんかここに絶対飛べるでしょみたいなやつあるんで、これで多分飛べるんでしょう。よし飛ぶ、あー、オッケー。さあ来ました、目指すべきはこの先か、山頂への道はこの先にしかないの。あー 2D 来ました。あ、なんで自ら突っ込んだ俺、おバカ。さあ慎重に進んでいきましょう。ハートないかな、ないか。火一回待って、あー苦手なトウモロコシ来た、トウモロコシ来い、はいトウモロコシ、はい、あーやってもうた、あっあぶないぶないぶない、あーはい進むよ進むよ進むよ、はい OK。 あー違う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 、あーつつつつ、はいはい、あーダメこれ超苦手。トウモロコシでどんだけ苦戦してんの、コインがどんどんなくなってくよ。さあトウモロコシ、因縁のトウモロコシ、はいはいはい、危ない、オッケー、ギリ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 いけた、よし。何これ、滝を遡ってってそういうこと。キャプチャーして、さあこれ丸太にぶつかんないようにのもんだろ。分かった分かった、よしよしよし、
あー危ない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 。オッケー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 、降りますよ。降りた。これ反対側に何かあったりする？なんかあるよ。ここからこうか、でこうか。よしゲット。これ待て、名前想像しよう。マグマ滝の裏に、マグマ滝の裏に、マグマ柱の裏の横穴、わかるか。これ火つければいいんだな、きっと。火をつける。はい、オッケー。ちょっと判定怪しかったけどいいんだな、これで。はい、はい、マグマ滝を遡ってきました。クリアしました。決戦、コック鳥。コック鳥、コック鳥、オサの鳥と鳥の鳥をかけてんだ。センスある。作った人絶対オサですね。さあ行きましょう。よし、この先の道は危ないの。なんで、なんかあるのかな。うわ危ない。そういうこと。パプリカが転がってきますね。あ、ちょ待って待って、あの次、そこの次の台まで移動しないといけないってことね。はいはい、オッケーオッケーオッケー。上手なんじゃない。あ、ハートだ、嬉しい。よし、ジャンプして、お、コインが555。よし行こう。はい、ジャンプしすぎじゃない。あー、ちょっと待って。はい、力技、はい、パワープレイ、はい、あー、はい、バカー。さあ持ってきました。さあこれキャプチャーして、ジャンプジャンプジャンプ、足りない。よし、パワープレイ、パワープレイ、オッケー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 。よし、あ、ショートカットしたんじゃない。よっしゃー、オッケー。これでこれでこう乗ればいいんだ。はい、ボスじゃない、ボス。来ました、コック鳥。目がいってやがる、目がいってやがる、こいつ。はい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 、どうすればいいの、何すればいいの。はい、ジャンプできるね、ダッシュできるね。まだコック鳥のとこまでジャンプするんじゃない、これ。ジャンプ、あれ、ケツに、あーあー、なに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 、あ、あ、え、これ登るみたいな、これ登るみたいな、これ登って頭どうみたいな。オーケー、そういうことか。じゃあ最初は一定時間耐えて、この攻撃を耐えて、はいはいはい、これ投げてくるやつをね、耐えて、耐えつつ、あ、これ壊すと声もらえるんだ。でもぶつかっちゃうとこう敵の餌食になりかねないんだからね。シチューうまそうだな、これ。で、これゲロ吐いたら上登ると、これ、あー、これ下ってくるやつを避けつつって、あー、落ちちゃった。もう一回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 、ジャンプ、ジャンプで避ければいいんだ、ジャンプで避ければいいんだ、ジャンプ、はい、あ、ジャンプ、オッケー、2回目、その調子、ありがとう、頑張るね。はいはい、ちょっとハート欲しいな、ハートくれないかな。一回予備でハート欲しいな。意外が当たったらダメそうだな。意外が当たったらダメそうって言ったじゃん今。ドリアンみたいの入れんなよお前鍋に。よし、回復回復、一個しか回復しない。さあ早くゲロ吐け、早くゲロ吐け、早くゲロ吐け。よし、ゲロ来た。ゲロが単発、いや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 、きったね、マジなゲロみたいになってるじゃん。いや、登りづら、登りづら、いけるか、いった、よし、はい、お疲れちゃん、やったー、行っちゃうよ。3、2、ジャンプ。はい、ゲット。コック鳥やっつ
けました。よくやったぞ国長。国長じゃねえ、国マリオ。さあ、これでこの料理の国ボルボーノもクリアですね。次の国に行きましょう。はい、オデッセイ号パワーアップしました。クッパいますね、クッパいますね。クッパの国まで行けるようになった。クッパの国ついに来ました。さあいよいよ対決できるわけですね。それでは、今日の実況は、これにて終わりたいと思います。ご視聴いただき本当にありがとうございます。気に入ったら高評価チャンネル登録よろしくお願いします。それでは次はクッパとの対決でお会いしましょう。それではタコスでした。アディオス。